今日はまず、先週、前回最後にやりました、テイラーの定義の、補足の説明をしたいと思います。でそれからあと、残りの時間では、その自分の最後のテーマになります、現金転換についてお話ししたいと思います。で今日の最初の話は、テイラーの定理に関して、その乗用法という部分についてちょっと補足説明をしますけれども、まず、先週ですね、そのテイラーの定理にやりました。出発点で言いますと、定理 2.19 という定理だったんですけれども、でこの時のテイラーの定理の式をもう一回書いておきます。一応皆さんは前回版書がありますので、それも確認してください。前回そのテイラーの定理でやりました時の式をもう一回復習しますと、fx という関数があって、それが区間 AB、平間 AB で n マイナス1回微分可能であるときに、こういう展開ができるっていう話だったんですね。で、最初の n マイナス1個の部分は、f の展開動関数で展開して、で最後は、ある a と b の間にある c という数が存在して、このような形で、の項を付け加えることで、これはその、FD の値に等しくなるというのが定理の定理でした。で、実はこの一番最後につく項、これをよく Rn というふうに書くんですけれども、この Rn のことを、乗用法と言います。で、乗用法にはいくつか異なる表し方がありますが、この形の乗用法は特にラグランジの乗用法と言います。といったものもあります。で、これらについての詳しい話は教科書ですと66ページにありますので、
まあ、この授業では詳しくは触れませんけれども、まあ、興味がある人は参考にしてください。というのがまず補足の1点目ですね。まあ、先週やりましたそのテイラーの定義のですね、まあ、ちょっと違った形の書き方を使っておきます。で、もともと先週この授業でやりました形のテイラーの定義ですと、最初に体育館 AB でこの FX が L 回微分可能であるとして、で、この B におけるこの F の値をですね、この A における F の F とそれから F の同関数の値を使ってこう展開して書きました。で、まあ、もともとはそういう形が基本なんですけれども、実際にその問題を解く際、いろんな問題をすごく際によく用いられるやり方というのが、まあ、やはりここある体育館をここ J と置きます。で、この J でこの FX は、J で N 回 B 分可能、というふうに置きます。で、まあ、でここので今度この次にですね、まずこういう J という体育館を取って、その中で、まあ、J の中にある点 X イコール A というのを決めるんですね。 X イコール A を決めると、まあ、ここはこの F の、まあ、A になるので、こう実際にいろいろな問題を解く際には、この F の例えばこれ X イコール A の周りで周りの点でこうこの関数を展開したいというような場合がよくあります。ですので、その際にはどういうふうな言い方をするかっていうと、この区間ですね、この体育館 J の中で任意の点 X を取っていきます。例えばここはですね、 X を任意の点 X を取っていて、で、ここでの展開をある点ですね、最初に与えた点 A の、 の、F ですとか、それから F の同関数の値を使って展開するというやり方がよく用いられます。ので、
まあ、先週その説明した回の定義というのはこう、まあ、ある点 B ですね、 B においてこの関数 F をその A における F の値を使ってこう展開してきたんですけれども、あの、まあ、別な言い方としてはこの、まあ、この配下の中でのその任意の点 X におけるこの F の展開を、まあ、ある点 A におけるその F の値を使ってあの表すというようなこともよく行われますので、そちらの普通の書き方の定義もあの今これからあのちゃんと書いておきますので、確認してください。教科書には定義 2.20 という書いてあります。66ページです。で、ここでは FX は x イコール a を含む配下が j において n 回微分化の先に読み上げちゃいます。で、一応その、まあ、今の式のではどういうことを書いているかということをもう一回その図で
書いてみますと、先ほども左側の黒板に書きましたように、ある体育館事例を考えて、その中で A という点を取りましょう。で、問題がそこです。そうすると、例えばここの今書いた X っていうのは、この J の中の2の点を取ってもらえるわけなんですが、例えばこういうとき、こう X を取りましょう。で、X を取ると、ここでの、展開が、A での X の値プラス、ランダムが取得されてきて、で、最後に、その、乗用項のところで A プラス C ピタパイの X マイナス A という量がありますけれども、これはちょうど先週やった定理の形だと、先週やった定理の形だと体育館 A と B、 AB のその区間の A と B の間にある実数 C が存在して、で それがここに来るって言ってたんですね。で、それが今の形だと、これは、A プラス、シータマイの X マイナス A ですから、X マイナス A とはちょうどここの距離なので、だから、これっていうのは、結局、その X が A とこの X の間のどこかの点ということになります。だから、この区間内の、適当なところに、こういう値が存在して、でそれが乗用項に入っているという意味を表しますので、一応、先週の述べた契約という協定から、こちらの形とで対応をしておくことにしてほしいと思います。で、こういう書き方をして、何が嬉しいかというと、こういう書き方してみますと、その X がこの体育館 J の中の2位の点というふうにできますので、だから、こういう定理が成り立つある体育館 J 点を取っておけば、その X っていうのをその、変数として扱って、で例えばこの A のこの中ですね、この中で例えば、どこかいろんな点でその関数を評価したいと思った時に、この X にこの辺の座標を代入することによって即座に評価できるということで、いろいろ使い回しが効くと思います。ですので、こういう形で従来の定理が使われることも多いと思いますので、特に喜びます。それからですね、3点目は皆さんがよくそのテイラー展開と名前を聞くこの話です。テイラー展開とか、もしくはテイラー級数展開みたいな言い方をされます。で、まず注意していただきたいのは、その皆さん多分あまり意識せずにテイラー展開という言葉を聞いたり使ったりしていると思いますけれども、今まで述べてきたテイラーの定理は、あくまでも関数 F が考えているところで、N回微分可能 で N 次までの多項式に変換という話なんですね。で多項式と、それから級数、皆さん級数というのは聞いたことあると思いますが、級数は一般にその項の数と
こう無限に行動になったら、だから多項式と級数ではその全くその異なるものを扱っているところに注意してください。で、そのテーラーの定理、もともとのテーラーの定理では、そのまずは N 回微分可能な関数を N 次多項式まで展開したというところを押さえておきます。それで、じゃあ、まあ、テイラー展開、テイラーの定理に使うその関数っていうの中には、その無限回、こう無限回微分可能な関数もあります、あると思います、扱うこともあると思います。だからそういう時にもう少しそのいろいろ都合のいいことが起こらないかということで、実は都合のいいことがありますというのが、このテイラー展開の話です。で、まあ、ここでは fx と、それから、運転理由を含む、まあ、体育館、まあ、j というのを考えるんですけれども、j において、J、体育館 J から任意 の点 X を取ってくるんですが、その任意の点 X に対して、例によって先ほど その N 項までの N 字までの展開を考えるんですけれども、でこれをですね、この展開の項数をどんどん増やしていくことを考えます。で、もしでそれでこの級数というのは一般に収束するかどうかは分からないんですけれども、もしこれがこの展開の項数 n をどんどん増やしていった場合に、その fx にどんどん近づくというようなことが成り立ったときに、でこういうときにその fx は x イコール a の周りで、テイラー級数展開、もしくはテイラー展開が可能であるという言い方をします。もともとのテイラーの定理は、その、まあ、N 字の、N 字の多項式まで展開できるという話だったんですけれども、まあ、これをその無限回続けていったときに、ちゃんとこれが体感 J の全部の任意の X において FX に近づきますということが成り立ったときに、この FX は X イコール A の周りで、まあ、テイラー展開可能といいます。でそして、このときにThank you.
当然その無年休生を考えるんですけれども、そうしますとこの休数が展開されるんですが、これを FX の点 X イコール A の周りでのテイラー展開、もしかテイラー級数展開までいいですか。で、ちょっと教科書の記述の仕方で注意をしておきたいと思いますが、実はこの教科書をよく読んできた人は分かると思いますが、この教科書ではこのテイラー展開という言葉の使い方なんですけれども、こちらの黒板の右側のテイラーの定理で書かれたようなその N 字の多項式に展開するというのをこの教科書ではテイラー展開と呼んでいて、で今左側の黒板に述べたようなそのテイラーの定理で、無限か無限こういった数数を作った時にこれ FX まで FX にちゃんと収束するような展開のことをテイラー係数展開というふうにを呼んでいるようです。ただし、他の教科書もいろいろ見たんですけれども、他の多くの本では、テイラー展開というと、こちらの無限級数の方にちゃんと収束して扱えるという方をテイラー展開と呼ぶ場合が多いようですので、その辺は言葉の使い方に注意してほしいと思います。両者は本質的に同じもので、単に展開する点が、ゼロかそうでないかでこう呼び分けているものですので、確認しておいてください。この辺は多分いちいち黒板に書かなくても大丈夫ですよね。教科書にも書いてますので、
まあ、マクロ分展開で終われたら、まあ、それをテイラー展開をX イコール0でやっていくかなというふうに思い出してもらえれば、それで結構です。で、大体テイラーの経緯についてはこのぐらいにしたいと思いますが、質問などはありますか？はい、そうですね、はい。それでは、全人代替の話をしたいと思います。でこれ教科書の72ページに。でこれは多分前回ですね、この話のアウトラインの時にもちょっと説明しましたけれども、まあどういうことをやるかっていうと、この与えられた関数、まあ、仮にこの F という関数が与えられたときに、これをこの X イコール A の均衡ですね、で、まあ、中枢に展開して、まあ、一般にはそのいろんな関数で展開する言い方があるんですが、まあ、ここではこの事例ではまあ級数に展開して、で、結構その辺を調べる。ということをします。で、パッと見た感じ、テイラーの定義と似たような式とか表現がよく出てくるんですけれども。テイラーの定理と少し違う点もありますので、その点についてこれから説明していきたいと思います。で、その全近展開にあたって最も基本的な性質というのが、そこの教科書72ページの定理 2.23 というところにありますので、一応、これ、まあ、時間が許す限り、証明をつけます。ちょっと見てみましょう。Fx っていう関数が与えられていて、でこれは Fx イコール A を含む解解解解 J において、C の N 級であるとします。とこの C の N 級、C N 級っていうのを言葉はだいぶ前にやったので忘れてる人もいるかもしれませんが、ちょっと思い出しておいてください。C の N 級っていうのはどういう意味だったかっていうと。L 回微分可能 でかつ、N 回共関数が連続という意味でした。
この時にですね、その何が入ったかっていうと、X がこの A に近づく時に、ベジ X は、次のような形で現れるという、表せる。これが教科書では 2.5 次式となっています。ので、こちらも確認してください。で、この式見ますと、見た感じ、パラティナの定理の式とほとんど変わりのないような気がしますけれども、言っていることはちょっと違っていまして、でまず、あくまでもこの定理というのは、この X を A にどんどん近づけていったときに成り立つ話であるという点に注意してください。先ほどのテイラーの定理というのは、その、ある A を含むある体育館 J の任意の点でこういう、展開が成り立つと多項式展開できるという話なんですけれども、この線形展開を見ますまでもその X が X をが A のほぼかなり近いに限られるですね。それからこの部分、この部分は符号の方の記号が出てきまして、で多分もしかするとその物理の授業でこのスモールとかラジオの授業で苦しんでいる人もいるかもしれませんが、また今日の時間に少しなりますけれども、この部分というのは、X マイナス A の N 字ですね、N 乗よりも早くこう0に収束する方ですね、それをひっくるめて表したんですけれども、でそれに基づいているということは、X が A にどんどん近づけば、N 字までの部分は、このような形で展開することができて、それ以外の項というのは全部、その N 字よりも、N 乗よりも早く0に近づく項のまとまりになる、そういうことを言っています。一応、証明を、この概念をちょっと述べたいと思います。示すべき式展開の式がテイラーの定理とほぼよく似ていますので、大体、テイラーの定理を使って示せる話なんですけれども、まず、この F っていうのは、CM 級ですから、N 対 U 級の可能です。
スを次のような形で展開できるというのは、先ほどもあのテイラーのページに書いた展開のものです。テイラーのページでは、K マイナス1時までは、こういう形ですね。F の警戒義務の A に寄せる値を使って展開して、で、X マイナス A の N 時に関しては、この平均値の A によって存在が変わっていく、ある A と X の間のどこかですね。これを使って、展開。されていました。バズると早いですか？まだ銀を移してるってどのぐらいですか？じゃあ直前に回ってきますか。もともとのテイラーの定理ではこういう形、こういう展開をしていたんですが、ちょっとこれを書き換えてみます。どう書き換えるかというと、最初の部分ですね、このシグマで書いた和の部分を、もともとは、X の N マイナス1時まで展開したんですけど、これをわざと N 時まで展開して書いてで、そうしますと、Tの定理からすれば、この展開した部分 の、 N 字の方というのは、いりませんから、そこをうまく差し引くような形の方を後ろに付け加えます。そうしますと、こちらの定理の式と今このテイラーの定理で展開した式を比べますと、この最初のこの N 個のシグマで書かれた和の部分というのは同じ形であるわけですね。そうすると、問題はこの残りの部分、この部分が、この部分が実は、x-a の、n 乗に対して、このスモール o の小さくなる量であることを示すというのが、この証明の方針になります。もう一応ちゃんとしたことができると、この黄色で線を引いた部分の式が、x-a の n 乗よりもより高位の二元性であるということを示すというのが、この証明の方針になります。ということで、ちょっとこの黄色い部分をですね、
pi mx と置きますね。この時の pi mx です。A に近づくときに、IMX を X マイナス A の N 乗で割ったもの、これが、0になる、0に近づく。なぜかというと、この定義は、この IMX っていうのは、X マイナス A の N 乗よりも早く0に近づくので、これ絶対が0になる、0に近づくということを示す。実際にちょっとこれやっての計算してみるんですけれども、この x マイナス a の2乗分の π n x っていうのを実際に計算しています。今これですかね。これですね。これを x マイナス a の n 乗で、まあ、割れば良いということですので、実際に計算すると。の階乗分の1かけるあとこの分ですね、この特有の括弧7の分こういう形になるわけですね。近づけていけば、この右辺がこう0に近づくということを、まあ、言えばいいわけです。で、そこで、ちょっと、F の性質を振り返ってみますと、F っていうのは、CNQ というふうに書いておりました。CNQ っていうことから、その N 回の導関数は、そうしますと、FN が連続ということは、全体としてこの FN のこの部分というのは FN に近づく
よって、そう、それがうまくいけば、まあ、ここにちょうどゼロになるということなんで、もし、この X が A に近づいたときに、この A プラス C なので、C マイナス A が、これが、同じく A に近づけば、それでそうすると、実はこの関数、この FN の連続性から、この差がですね、こうゼロに近づくということが言えるはずなんですね。こういうからか、当たり前のように言いますけれども、まあ、これをこの式を示します。で、まあ、見た感じ当たり前だなという、多分皆さんの感は正しくて、それでいいと思うんですけれども、ただこういう当たり前なものをそのどうやって数式で書いて示すかというのをよく見ておいてください。まず、このシータに関してなんですけれども、このシータは0と1の間の正の数でした。ですので、ゼクシータの絶対値は、まあ、1より小さいわけですね。でそこで、この A プラス C シータの X マイナス A の、その大きさっていうのを、マイナス A、マイナス A。これを評価すると、
示すべきものがいろいろ何段階で分かれていて、ちょっと面倒かもしれませんけれども、最終的には、まあ、この辺ですね、うん、INX と、それの一番のその黄色い線にした部分というのが、X を A に近づけたときに、Ax-A の N 乗よりも高い N 乗になることで、まあ、この定理が示されましたと。その前期展開なんですけれども、その教科書の73ページの注意の 2.5 というのがあります。これはその与えられた関数 f が C 無限大級っていうのは、すなわちその無限大微分可能な場合ですね。F が C 無限大級と、まあこれか、ここの展開なんですけど、この展開っていうのは任意の N について成り立ちますので、このことを FX が、まあ、こういうニョロという記号を使って FX が A に近づくときに、このような形で、この前進展開、もしくはこのようなものを、その、FX が A に近づいたときの、A の前進展開ということになります。一応ですね、いくつかの注意していただきたい点があるんですけれども、まず、この電気形態というのは、テイラーの定理と違って、ある、その x イコール、x が a の、まあ、周りでも、必ずしもその収束が保証されているわけではありません。ですので、あくまでもこれは、その形式的にこういう展開が、できると言っているわけであって、それは収束するか発散するかというのはまた別途ちゃんと調べる必要があります。でそれからあとこの記号なんですけれども、これは必ずしもこの右辺と左辺が等しいということを言っているわけではありませんので、そこも注意してください。であとは先ほどもちょっと触れましたが、こういった展開の仕方は、あくまでもその x が a に近づいていくときに、成り立つという点にも注意してください。
で、全権展開に関しては、まあ、一応定義でこういうことが成り立ちますというのも、まあ、大事なんですけれども、多分皆さんにとってもっと大より大事なことは、その具体的な関数とですね、その全権展開にすることと、それからそのこれ次の語源形をやろうと思いますけれども、その不定形の式ですね、まあ、0分の0とか、極限を取ったときに0分の0とか、それから無限大分の無限大になるような、そういう極限の計算をきちっと評価するというところで、多分皆さん、実際に使ってもらう方が大事だと思いますので、その辺もやりたいと思います。で、あと、とりあえず今の時間、残りの時間では、その基本的な関数の全権展開をちょっと出してみましょう。でこれは教科書 の, 73ページの例 2.6 というふうにありますので、ちょっと今そちらも見ながら参考にしてください。一応5種類ありまして、まず数関数 の数ですね、 の x 乗というのが、まあ、これ教科書にも書いていますので、面倒な人はわざわざノートに移す必要ないと思うんですが、まあ、こういった形で、一般法が n 対乗の x 乗プラス、まあ、x の n 乗というのを4乗の項というふうに展開をされます。それから、2番目が、三角関数もよく使われるんですけれども、あと2つほどありますけれども、
で、まあ、こういった形で展開されます。で、ここで、この、5番の、その、二項展開の係数なんですけれども、これは、先ほども述べましたが、この平均展開を用いて、定型の時限を計算するというのを、いくつかの例題を使ってやりたいと思います。それでは、特に質問がないようでしたら、一応ここで休憩したいと思います。